学びて時にこれを習う。論語から。論語は中国古代の思想家、孔子とその弟子たちの原稿録である。弟子たちは死の言葉を励ましとして、あるいは戒ましめとして、よりどころにしてきたことだろう。そうした言葉を 後世に残そうと余まれたものが論語という書物である。論語に収められた短い言葉の中には、人間の生き方についての鋭い観察や深い思索が込められている。だからこそ、2500年以上前の言葉が今も読み継がれているのだ。次に示す 四つの証句を声に出して読み、講師の考え方に触れてみよう。また、論語には他にも数多くの名言が収められている。自分たちの生活に生かしていきたい言葉や、自らを励ます言葉、友達や後輩に送りたい言葉を見つけてみよう。 死曰く学びて時にこれを習うまた喜ばしからずやとも遠方より来たるありまた楽しからずや人知らずして恨みずまた君子ならずやと死曰く 古きを温めて、新しきを知れば、もって、し、たるべし、と。し、いわく、学びて、思わざれば、すなわち、暮らし。思いて、学ばざれば、すなわち、あやうし、と。し、 いわく、これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず。と。し、いわく、学びて時にこれを習う。また、喜ばしからずや。とも遠方より来たるあり。 また楽しからずや。人知らずして恨みず。また君子ならずや。と。し男子に対する敬称。ここでは講師のことを指して、先生というほどの意に用いている。死いわくは、 先生がおっしゃるには、のい、時に、機会があるたびに、習う、復習して体得する、習熟する、また、喜ばしからずや、なんと嬉しいことではないか、とも、 友と同じ意味。人知らずして世の中の人が認めてくれなくても恨みず不平や不満を抱かない憤らず怒らずという読み方もある君子徳の高い 理想的な人格者し、いわく古きを温めて新しきを知ればもって死たるべしと古きを温めて過去の事柄や学説などを重ねて研究する あたためては、重ねて習い、十分熟すること。たずねてと読む説もある。新しきを知れば、現実に応じた新しい意義や知識が発見できるようになれば、もってしたるべし、し となる資格があるものだ。しい曰く、学びて、思わざれば、すなわち暮らし。思いて、学ばざれば、すなわち、危うし、と思わざれば、よく考えて、研究しないと。 暮らし物事の道理を明確につかむことができない理解があやふやになる思いで学ばざれば自分の考えだけに頼って広く先人の意見や知識に学ばないと危うし独断に陥って 危険である。し曰く、これを知る者は、これを好む者にしかず。これを好む者は、これを楽しむ者にしかず、と。これを知る者。何かについて詳しく知っている人。 にしかずに及ばないかなわない出典論語孔子は中国古代の思想家で人格や道徳を高めることによって世を治めることを理想としたその思想は論語によって後世に伝えられ 中国のみならず、日本の学問や思想にも大きな影響を及ぼした。原文は、論語、新釈漢文体系1による。